選択してください。選んだドレスによって武器が変更されます。だけど断崖絶壁じゃないんだからね。大丈夫、時間商業エリアに目標の敵陣営に出現。特殊部隊出撃命令です。識別コード ZWO2 より指令室システムオールクリア。了解です。出撃準備に行こう。カウントダウン開始。3、2、1、発進。オーケー、グッドラック。気持ちいい。待ってなさい、市街地から侵入してください。了解。
敵キャンプ上空ゲスサポートシステムあっとグズグズしてる死んじゃうの最大目標までノーエリアこの敵陣営は体操の最下層となりますここにいるのはどこかばだマスター力の差を見せつけてやるわよつまんない目標の破壊を確認速やかに次のポイントへ移動してくださいマスターマスターは研究所の爆発事故を知ってるサヤはその時とてもとても大切なものを失ったの研究所のミッション開始です居住区に向けて進行してください了解ユさんサヤさん、テディとバニーの持ち込みは禁止と言われていた聞いてないよ二人と一緒なのねうっしゃ一応報告をあげておきますあ、どこに行くわれてるのなんだ、モテコが始めるのいかにもマスターの安全を守るためですThank you.
なかなかやるじゃん。でも次はこんなの朝飯前って言ってもらわなきゃ。敵機動兵器の破壊を確認。次のミッションへ移行してください。マスター、この先何があってもペリーとバニーはサヤのこと好きでいてくれるかな。サヤはもしかしたらひどいことをするかもしれない。特にバニーは。ミッションスタート。火星を拡張し中心部に向かってください。超外装でもないと一筋縄でもない。機械と惑星人、人類我々の敵となった。まさか今までのエリアに出てきた空気もどうなっているの。残念ながらプロジェクト春ウラナの事故に対して周辺に居住していた人類はその影響を受け、プロジェクトあいつのせいなわけ。可能性の話です。原因は気になっています。わからないけど、みんなはそうだと思ってるってこと。大型の熱源反応を確認。さやさん、それよりも今は製造に集中してください。わかってる、わかってるけど。マスター、多分知ってるよ。だからどんなに困難な状況でも人類のことを第一に考え、全力で助けるようプログラミングされてる。カウントスタート。人類を助けることじゃなくて、人類を撃破し、オペレーションシステム低下。サヤさん、戦闘に集中してください。このままではマスターを失いますよ。マスターを失う。でも、この人を殺すことなのに、サヤはどちらかを選ぶなんて。オペレーションシステム危険地域に突入。マスター、このままでもサヤを失って。サヤさんを守れるのはあなただけです。オペレーションシステム正常値に確認。サイテムでカウントスタート。そして猫が上に。サヤにはマスターがいて、マスターを守ることが一番大切だって気持ちを再確認できたから。どうした。I'm gonna go get it.
つ見た目だけ。敵撃墜を確認。なかなか手こずらせてくれちゃって。これで中階層はクリアね。サヤたちちょっと無敵になってきたんじゃないね、マスター。マスター、専用回線開かせていただきます。これは余計なことかもしれませんが、私第4エリア侵入です。地下通路を進み、最深部へ向かっていたはず。ご家庭、敵の攻撃に、一層激しくなると予想されます。迷いは危険です。ねえ、マスターは何のために、そして、組み合っています。姿は違っても、マスターはどう思ってます。待った。
360度方向からの砲撃をよそせる。ちゃんと戦になるわよ。第二装甲の破壊を確認し、次で最後です。はい、何でしょう。実際はただの一味じゃない。敵信号の弱体化を確認、そのまま攻撃を続行してください。あんたみたいなやつに負けてる場合じゃないのよ。もっと分からせてやらなきゃいけないやつがいるの。マスター、とどめ刺すわよ。目標完全に沈黙しました。ついにここまで来ましたね。いよいよ最終決戦です。終決戦、マスター、やっとたどり着いたよ。サラたちからすべてを奪った愚かなあいつに、あいつだけは絶対。最深部エリアの侵入開始、予測範囲の現在設置多数確認。次期稼働臨界点まで残り10カウント、時間がありません。マスター、サヤ信じてたのに。ドレスを選択してください。選んだドレスによって武器が変更されます。だけど断崖絶壁じゃないんだからね。商業エリアに目標の敵陣営に出現。特殊部隊出撃命令です。出撃許可、いつでも OK よ。了解です。出撃準備に行こう。カウントダウン開始、3、2、1、発進。 OK、グッドラック。待ってなさい。市街地から侵入してください。確認します。 ZWO 通勤の説明任務はリバチ、全力でサポートさせていただきます。またどんよりの伝言です。余計な市場を、そんなこと言われなくても分かってるの。しつこい。どうぞ。了解です。ボイスを送信しました。嘘、まだ聞かない子ね。サヤが後で後ろ来されちゃうじゃない。敵の中核機です。あとはサヤの中核機だよ。待って、ハイパーシステム、ハイパーシステムと実験に回転までカウントスタート。前方より多数の熱源が。サヤが登場してますけど、ちゃんと避けてるね。厳しいですね。はい、男、あんたに言われたくない。もしかして何を待ってますか。どうだよ。いい意味だ。目標を発見、攻撃へ移行してください。さわねえな、この中。マスター、火遊び。敵装甲の破壊を確認。どう、いい感じ。カウントダウン。全破壊を確認しました。確認しました。もっと攻めちゃって。ハイパーシステムとシステム回転までカウントスタート。たまや。マスター、マスターは救助の爆発事故を知ってる？サヤはその時、とてもとても大切なものを失ったの。ミッション開始です。居住区に向けて
進行してください。よさゆさん、いいな。さゆさん、ペリーとバニーの持ち込みは禁止と言われていたはず。これは個人的な意見になりますが、私はいいと思っていますよ。さゆさんにとって特別だと思っています。いい人じゃない。ありがとうございます。マスター、ポケットもいいって。わかったね。よし、最後までカウントダウン。やられます。未確認の大型機と思われる熱源反応が起き、接触します。了解。無駄機と大型熱源反応を確認。負けない。マスター、力の差を見せつけてやるわよ。雑魚中2機目撃墜確認。マスター腕上げてね。マスター、どう？最後まで。ペリーとバンナミッションをモグラに持ってくるのは王様だと思ってるよね。でもこの二人はゼアにとって禁止のお守りだ。バニーとかたち、目標敵を引き上げ、攻撃を起こしてください。目標敵を確認。攻撃スタート完了よ。マスター、先ほどの大型機にさらなる熱源量を確認。迎撃に困難を極めると思われます。ここを抜け敵装甲の破壊を確認。了解。マスター、モニター映像を確認。敵信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。でも次はこんなの朝飯前って言ってもらわなきゃ。敵機動兵器の破壊を確認。次のミッションへ移行してください。マスター、この先何があってもペリーとバニーはサヤのこと好きでいてくれるかな。サヤはもしかして。ミッションスタート。火星を拡張し中心部に向かってください。敵機多数確認。中断できます。ていうか何よこれ、近所の人が連れ立って行こう。控えた惑星人と人類です。我々の敵となって。まさかこれまでのエリアに出てきた敵もそうだっていうの。残念ながらプロジェクトハルウラバに来たのさ。周辺に居住していた人類はその影響を受けた。あいつのせいなわけ。可能性の話です。原因は究明されていません。クリックは分からないけど、みんなはそうだと思ってるってことだ。戦闘に集中してください。分かってる、分かってるけど。マスター、マスターが知ってるよ。あなたたちが作られた理由は人類をこんな限り助けること。人類は歴史、助けとなっていればそれでいいの。サヤは、あー、もう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 、あった、さっさと追っ払って。もうあれに、それだけ
見犯でしょ。カヤさん、ギリギリラインを攻めるように位置して伝えてください。はいはーい。逃げたばかりでさやさんが一番会わなければならないことにはたどり着けません。ルタ、意味わかんないと言わないで。話を聞いていただけますか。エレメントドール、エクストラス第4エリア侵入です。地下通路に進み、最深部へ向かってください。ここで、ヘリの攻撃に一層激しくなると続けます。迷いは危険です。ねえ、マスターは何のために、そして付き合って姿は違っても面白い。マスターはどう思ってるの。はい、マシュー、どう人生の回転まで、カウントスタート。このあたりで、しまった。あ、マスター、今、トラが出てみたでしょ。絶対見た。変態大型機との接触を確認。距離500です。どうせ、トラの腕はペタンコですよ。さやさん、そういったアフターサービスはございません。なんでそういうの気持ちが分かったの。あんた、レッサー。さやさん、本当に残念です。いいわよ、意味わかんないこと言わないでよね。死ねばいい。気持ちいい。さやさん、ブラックすぎます。ございません。さて、
攻撃を続けながらお話を聞いていただきたいのですが、どうぞよろしいですか。何を改めて言って、これからお話しすることは生前ドクターからその時に来たら話してほしい、我々伝達隊に隠されている。パパ、人間には感情に対して理性というものが存在します。この二つが相反する人は答えを導き出す過程において、悩み、迷い、苦しむこともあるのです。生産の時にまさに感情と理性の狭間に書かれているのかと思います。生産の狙いとみるゴールとしての存在意義を書くそんなのです。悩んで苦しんで、それでもさやさんが答えを導き出せるのなら、それは必要なことなのです。苦悩の葛藤を乗り越えることができるのが人間なんです。それをさやさんに伝えてほしいとおっしゃってました。パパはどうなの。ちょうど理性が人間を助ける存在、ちょっとだから人間を助ける。巨大な未確認機が接近中、注意してください。何よ、図体でかくたってサヤはビビったんだから、大きくていいってもんじゃないって思い知らせてやる。サヤさん、何か違う感情が入ってませんか。あんたのせいよ。そうですか、失礼いたしました。敵は謎構造です。油断しないでください。どう、システム2回転までカウントスタート。の第一装甲の破壊を確認。まずは表の顔が剥がれたってことね。まったく、発言者の男なんだ。はい、いつこんな。なんとかどういうんですか。やばいの。デッキ形態の変化に伴い、攻撃形態に変化します。じゃない。マスター、360度方向からの砲撃を予測。第一装甲の破壊を確認。次が最後です。何よ、実際はただの打ち火じゃない。敵信号の弱体化を確認。このまま攻撃を続行してください。あんたみたいなやつに負けてる場合じゃないのよ。もっと分からずにやらなきゃいけないやつがいるの。マスター、とどめ刺すわよ。目標完全に沈黙しました。ついにここまで来ましたね。いよいよ最終決戦です。やっとたどり着いたよ。サヤたちからすべてを奪った愚かなあいつに。敵の最深部エリアに侵入開始、捜索範囲に展開する敵多数含み、攻撃、情報出ません。結果です。最大に引き上げてください。最低までカウントスタート。最大多少の気がつらい悪の栄誉、この程度で落ちるもんですか。って言ってたらレディーが落ちた。もうダメなの。え、何にしてもこんなにも強くされた人間がいるなんて、死んでいることが怖かったのか。
空間を作り、衝撃回避。大型熱源反応多数よ、マスター。それなんて地球の掛け事聞かないんだから。迎え撃ちに行くわよ。鉄砲、こんなのが何機も来るっていうの？勘弁してよ。さあ、ここからはガチの戦いよ。迷ったら負け。気持ちの強さが勝負を分けるわ。それにしてもこんなにも機械化された人間がいるなんて。人間でいることがそんなに嫌だったのだ。ドローと引き出して誤った選択をすることもあります。動いてて、何か定められない。逃げろ。
ローって方が無理な話だけど、マスター避けて。普段大物一気を得ずってね、全部を相手になんてサヤの身が持たないよ。はい、感じて一度実践の2回転までカウントスタート。あっ、やめくんでくれ、マスターがハイパーでお迎えに嬉しいが、マニョマニョとマスターがバイバイバイ。死ぬがよ。しかし、仮想庫からの熱源量上昇中です。弾幕効きます。出たわね、厚化粧のすっぴん。サヤの方が10億倍もいけてるじゃん。ねえ、マスター。ハイパーシステム、スタンバイ。ハイパーシステム、どう？実際の回転まで。いやー、何悪い。サヤ、こういうのダメなの。マスター、早く満足して。ボンバー、ボンバー。鏡よ鏡、この世で一番可愛いのはだーれ。早く、完全沈黙します。勝利です。当然よね、マスターとサヤが負けるわけないって。マスターってギュッてしていい？サヤ、なんか急に震えが止まらないの感じるでしょ。バニー、あいつが来る。より強力なエネルギー波をキャッチ。来ます。やっぱり来ちゃったのね、火鉢。あなたなら必ず私の元にたどり着くと思ってた、サヤ。サヤさん、どうしました？マスター、サヤさんの感情波形に異常を確認、現状報告をお願いします。あいつが、あいつの声が、サヤに直接話しかけてくる。いや、いや、サヤを惑わせないで。エレメントドール同士の特殊回線、危険です。リモートで。自由意志を与えられたドール、人間と同じように感情を持つことが許され。ジック稼働輪体験まで残り正常軌道を確認。さすがにここまで来た人ですね。ボンバー、バリアーヘッドボーン。怖い。そんなあなたにはこんなのプレゼントしちゃう。
十分よ。マスター、こっちも負けずに行くわよ。実機稼働臨界点まで正常起動。逃げたの。もうじっとしててよ。ボンバー、バリアーヒットムーン、バリアーヒットムーン、死ぬがよ、バリアーヒットムーン。実機稼働臨界、正常起動。ボンバー、バリアーヒットムーン。さすがにここまで来た人ですね。オールクリア。マスター、弾に生産への移行可能を確認。変形させるわよ。第二形態への移行を確認。エネルギー充填完了。問題ありません。あれれ、そっちも変身できちゃうんだ。すごい。ちょっと進化してるのね。なかなか楽しめそう。ごちゃ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 うるさいのよ。いつも能天気な声が。マスター、それこの後女子会の予定があるの。さっさと終わらせるわよ。なんか調子づいて。ムカつく。早く負けを認めなさい。負けなんか認めるわけないでしょ。負けるのはあんたよ。懲りないわけ。だから言うがよ。マスターはサヤがちょっと失敗して落ち込んだりしてると、バカだなーって頭をなでなでしてくれるの。バカな子ほど可愛いんだって。こんな小さい子に使わされて。ボコみたい。いい加減目覚ましなさい。リアに使われてるだけなんだから。グハー。あんたが抹消されかけたことには同情する。でも機械化惑星人に誘惑されて人間をちゃんと見ようとしないあんたには同情しない。巨大な…なんでなの、ね、なんで変わったりな…やっと…なんでよ、どうしてサヤたちの盾になんて…ヒナ、待って、今すぐ回収してラボに連れて行ってあげる。ダメです。敵攻撃続きだ。ハイパーシステム。でも火の中に行った。やめてください。とても嫌。なんだ、とても嫌だよ。顔と引き当てる部屋の本当に時の価格なの。マスター、ミッションの最大目標が変更されました。おそらくこれが姫さんに導いた勝利。コードネーム、命、爆破命令。お前さえ現れなければ。破壊パーシステムの、パパたちは、カウントスタート。絶対に殺す。Thank you.
システムスタンバイ。最大目標インバチの完全破壊を確認しました。ミッション終了です。あ、な、避難。無事にミッションおめでとう。ヒナのバカオナンコラス編入編入なのはお互い様。サヤ、初めて私に自分の本当の気持ちを言ってくれたね。私嬉しかった。マスターと一緒にいることでサヤもちゃんと成長したんだ。引っ込み思案で不器用なサヤがちょっと心配だった。でも今のサヤなら安心。サヤごめんね、辛い思いをさせて。私、サヤが大好き。とても大切だった。サヤもヒナが大好き。ヒナみたいに明るくて素直なドールになりたかったの。憧れだったのよ。本当嬉しい。サヤね、笑って。サヤの笑顔、素敵。
コンプリート。作戦終了です。ドレスを選択して。どこよ。断崖絶壁じゃないんだからな。商業エリアに目標の敵陣営に出現。特殊部隊出撃命令です。でもわがままなところもあるけど、マスターなら全許言うよね。了解です。出撃準備に移行。カウントダウン開始。3、2、1、発進。OK。グッドラック。待ってください。市街地から侵入してください。確認します。 ZWO2 機の記念任務はリバチ。全力でサポートさせていただきます。またどんなに高温です。普通の市場はそんなこと言われなくても分かってるのか。しつこい。どうぞ。了解です。ボイスを送信しました。どうした。相談聞かない子ね。彼が後で打ち落とされちゃうじゃない。敵の中核機です。まず嵐の機会を始める。マスター、前方より多数の巻き上がってくるとシステムが入るまでカウントダウンなるわけですね。やるじゃん。厳しいですね。さあ、男、あんたに言われたのか。
標を発見。攻撃へ移行してください。出たわね、タコボス。マスター、火遊び加速。敵装甲の破壊を確認。もういい感じ。楽しみ。よっしゃ。敵装甲全体完了確認しました。カウントスタート確認しました。もっと攻めちゃって。たまやーって全然綺麗じゃないし、つまんない。目標の破壊を確認。速やかに次のポイントへ移動してください。マスター、マスターは研究所の爆発事故を知ってる？サヤはその時とてもとても大切なものを失ったの。ミッション開始です。居住区に向けて進行してください。了解さん、こっちがいいぞ。サヤさん、フェリーとバニーの持ち込みは禁止と言われていたはず。これは個人的な意見になりますが、私はいいと思っていますよ。サヤさんは特別だと思っています。何よ、いい人じゃないので。ありがとうございます。マスター、おけこがいいって。よかったね。えっ、やられますか。未確認の大型機と思われる熱源反応を確認。接触します。了解。左方向に大型熱源反応を確認。次はこんなの朝飯前って言ってもらわなきゃ。敵機動兵器の破壊を確認。次のミッションへ移行してください。マスター、この先何があってもベリーとバニーはサヤのこと好きでいてくれるかな。サヤはもしかしたら悪いことをするかもしれない。ミッションスタート。火星を拡張し中心部に向かってください。敵機多数確認。中断できます。っていうか、何のこれ、この辺みたいにそれだって。機械と惑星人類、我々が敵となって。敵機もそうだっていうの？というのも、プロジェクト春ウララの一番でさ、少なからず周辺に居住していた人類の存在を得ている。私たちは、プロジェクト春、あいつのせいなわけ。可能性の話です。原因が究明されていません。何かわからないけど、みんなはそう。
でもそれでいいの？さやは！あっと、あっと、すごい！あっさ、さっさと追っ払って！もうあれね、気合が必要だわ！はい、そう！失礼いたしました。通信障害で。ハイパーシステムと、システムに書いてないカウントスタート！ギリギリラインを攻めるのにシステム控えてください。攻撃を続けながらお話を聞いていただきたいのです。
よろしいですか。何を急に改まっちゃって。これからお話しすることは生前ドクターからその時に来たら話してほしい。我々伝達隊に託されていた。ハイパーシステムの人間に感情に対して理性というものが存在します。この二つが相反すると人は答えを導き出す過程のみ悩み、迷い、苦しむことがあります。ハイパーの意味を見せ感情と理性の狭間に書かれているのだと思います。レイさんの迷いのみはドールとしての存在意義を変えたというのが苦しいのよ。それでもレイさんが答えを導き出せるのならそれは必要なことなのです。今の戦いを乗り越えることができるのが人間なんだ。そうサヤさんに伝えてほしいとおっしゃってます。はい、どうも実際も同じことでカウントスランドはちょっと理数が見せられる。人間を助ける存在。ちょっとだけ思ったのステイの方を人間を助ける。巨大な被告人接近中、注意してください。何よ、ズーさえでかくたってサヤはビビったんだから大きくりゃいいってもんじゃないって思い知らせてやる。サヤさん、何か違う感情が入ってませんか。あんたの気のせいよ。どうですか、はい、失礼いたしました。どうぜひ謎行動です。油断しないでください。私の第一装甲の破壊を確認。まずは表の顔が剥がれたってか。発言者の男なんていつからなんとかだよ。やばいよ。敵形態の変化に伴う攻撃形態が変化します。やばいじゃない。マスター、360度方向からの砲撃を予測。乱打戦になるわよ。第二装甲破壊を確認。次で最後です。何よ、実際はただの一味じゃない。敵信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。あんたみたいなやつに負けてる場合じゃないのよ。もっと分からせてやらなきゃいけないやつがいるの。マスター、とどめ刺すわよ。目標、完全に沈黙しました。ついにここまで来ましたね。やっとたどり着いたよ。サヤたちから全てを奪った。敵の最深部エリアに侵入開始。戦闘部隊は中枢部に最大の隊員が確認されます。衝撃回避。大金、ハロー、頼むよ、マスター。
言聞かないんだから。迎え撃ちに行くわよ。やっぱこんなのが何機も来るっていうの。勘弁してよ。ここからはガチの戦いよ。迷ったら負け。気持ちの強さが勝負を分けるわ。マスター、サーヤ信じてたのに。ドレスを選択してください。言っとくけど、断崖絶壁じゃないんだからね。商業エリアに目標の敵陣営に出現。特殊部隊出撃命令です。わがままなところもあるけど、マスターなら全許言うよね。よっ、3、2、1、発進。 OK、 グッドラック。気持ち、私待ってください。市街地から侵入してください。了解。敵散布状態です。サポートシステム。あと、グズグズ死んじゃうよ。最大目標まで4エリア。この敵陣営は最小の最下層となります。ここにいるのは戦場なわけ。マスター、力の差を見せつけてやるわよ。最高システム。敵の中核です。マスター、嵐の石はどうしますか。ハイパーシステムと、システムのアイテムで、全部を打ったんですけど、ガヤまで操作してちゃんと避けてるね。やるじゃん、マスター。まだ雑魚中で何とかしないですね。サヤさん、厳しいですね。さあ、男、あなたに言われたくない。もしかして、何持ってますか。おぶん、いい意味だ。目標発見、攻撃へ移行してください。データは原作ボス。マスター、火遊び始まるよ。敵装甲の破壊を確認。うん、いい感じ。早く、よしちゃう。敵装甲全破壊を確認しました。確認しました。ずっと攻めちゃって。カウントスタート。たまやーって全然綺麗じゃないし、つまんない。目標。マスター、マスターは研究所の爆発事故を知ってる？サヤはその時。ミッション開始です。居住区に向けて進行してください。了解です。私はいいな。サヤさん、ペリーとバニーの持ち込みは禁止と言われていたはずなの。聞いてないね。マスターの安全を守るためです。未確認の大型機と思われる熱源反応を確認。接触します。了解。ラハイパーシステム大型熱源反応を確認。回転までカウントスタート。ロックします。負けない。マスター、見せつけてやるわよ。雑魚中2機目撃墜確認。マスター、腕上げたね。
はさやにとって一番の夢なの。バニーの夢です。配当システムレディ目標的を捨て攻撃を移行してください。目標的を確認。敵攻撃の間隔が狭まってくることが予想されます。広範囲の飛行による攻撃の少し強行全破壊を確認しました。了解。攻撃を続けるわ。敵信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。なかなかやるじゃん。マスター、この先何があってもベリーとバニーはサヤのこと好きでいてくれるかな。ミッションスタート。火星に拡張し中心部に向かってください。地下闘争で見ると一筋縄でもいけないよね。機械と惑星人は人類、我々の敵となった。まさか、これまでのエリアに出てきた時もそうだっていうの。残念ながら、プロジェクトハル・ウララの事故の際、そのクラス、周辺に居住していた人類がその影響を受け、消したから。プロジェクト、あいつのせいなわけ。可能性の話です。原因は究明されていません。はっきりとは分からないけど、みんなはそうだと思ってるってこと。集中しなきゃ。サヤ
が来ちゃったりしたらマスターすら守れない。苦しい砲撃が続くと思われます。ここは辛抱です。辛抱が昔狙ってば。あんた都合のいい渡っておいたことがないわけ。それぐらいのサービスがあって罰は当たらないと思うんだけど。そんな都合のいいお助けアイテムはご自身であることを忘れないでください。敵機信号の弱体化を確認、そのまま攻撃を続行してください。言われなくても手を取らないから熱源発動同時に作り、まず敵機装甲の破壊を確認。どこかの部屋だな。はい、そのままの落ち込むわよ。アイテムでハウスターバーガー。全破壊を確認しました。やっと素顔を見せてくれたのね。あっちにバグかで嘘ついだとかさ。結構華奢なやつじゃん。まさかあいつ見た目だけよ。敵機撃墜を確認。はあ、なんか。マスター専用回線開かせていただきます。これは余計なことかもしれませんが、第4エリア侵入です。地下通路を進み最深部へ向かってください。あんた気を引き締めるわよ。攻撃力をアップしてきたか。マスター、この先のボス戦手こずるかもしれない。脳内シミュレーションの計画表早く予測データを重ねろ。こちらでもシミュレーションを組み立ててみます。サヤさんのデータを検証していただきます。しょうがないな。あら、そんな作業好きじゃないの。上司のデータを見せたら死ぬだろ。サヤさん、女子力高いですからね。わかる。あんたの出ないと食べないよ。大型機の対策を確認。距離完璧です。マスター、来るわよ。攻撃を続けながら話を聞いていただきたいのです。よろしいですか。何を急に改まっちゃって。それからお話しすることは聖剣ドクターからその時に来たら話してほしい。我々伝達隊に託されている。神社に回転までカウントスタート。エレメント通りエクストラタイプ Z には人間を理解するために与えられたものが。ハンターシステムゴー。システムでカウントスタート。そしてそれを操る自由意志というものの家はお聞きしますね。セイさん、マスターのお好きですか。なんと君、まだ決まってるじゃない。では火鉢についていかがですか。あんたバカ？決まってるじゃない。あんなやつ大嫌いよ。それでは最後に皆さん、やめてよ。おらせたい。いいえ、この3つの質問でさやさんが私に見せたこと、人間が持つ感情というものです。喜怒哀楽ってやつです。はい、この感情というものは時として人々を殺す、迷いを生み出し恐怖心です。迷いを生み出し、ハイヤーシステムが最後まで、でも迷いは落ちたんだ。迷ったら負けだって。さやさん、迷ってもいいんです。乗り越えることができるのが人間なんだ。そのさやさんに伝えてほしいとおっしゃってました。母がさらに人と理性が生まれるの。はい、感じしたら実際点までカウントスタート。人間を助ける存在。ちょっとだけ、巨大な未確認機が接近中。注意してください。何よ、図体でかく
だってサヤはビビったんだから。大きくていいってもんじゃないって思い知らせてやる。サヤさん、何か違う感情が入ってませんか？あんたも気のせいよ。どうですか？失礼いたしました。敵は謎行動です。油断しないでください。目標完全に沈黙しました。ついにここまで来ましたね。集結マスター、やっとたどり着いたよ。サラたちからすぐに。敵の最深部エリアに侵入開始。偵察範囲に展開する。多数引き抜き。ただ情報出ません。携帯電話最大に引き上げてください。検索範囲最大。巨匠の避難くらい悪の決めよ。この程度で落ちるもんですか。って言ってたらヘビーが落ちた。もうダメなの。ねえ、ハイパーシステムどうしてもこんなにも聞こえませんか。どうも、今思いがつかない回転までカウントスタート。
中してくれれば、司令室の涙で消すことはありません。でも、おかしくなったんじゃないですか。ねえ、マスター、はい、オペテがいかれちゃった。実際に書いてまで、カウントスタート。
you